はい、今日のゲストは経済産業省の元官僚古賀茂明さんです。古賀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速なんですけど、まあ、年も押し迫ってきたけど、自民党の状況がもうとんでもないことになって、まあ、国会が閉まりまして、なんか今後逮捕者続出するんじゃないかなっていう話も出てますけども。そうですね、まあ、どれぐらい、ね、上の方に迫っていけるかということで、うん、検察が、ね、どれぐらい頑張られるか、まあ、みんな見てるとこなんですけど、うん、とにかく、うん、もう終わりが来るかなっていうね。で、自民党政権の終わりが来る、ね、で、まあ、それも、うん、なんていうのかな、ただこう、人気がなくなってちょっと政権交代あるかもっていうんじゃなくて、もうちょっとこう根本的なね、うん、日本の政治が変われるかどうかみたいな、うん、そういうところに来てる感じがするんですけど、まあ、伏線があって、うん、まあ、安倍政権の時はなんかアベノミクスとかね、なんかそれからまあみんな忖度でね、報道もできないみたいな感じで、なんとなく景気いいなとか、少し株も上がったし土地も上がってきたしみたいな感じで日本良くなってきたななんて騙されてたのが、まあ安倍さんも亡くなったっていうことで、みんなね自由にいろいろ報道もできるってこともあって、最近になっていやなんかやっぱりまずかったよねっていうのがね、なんかようやく、まあ、分かってた人もたくさんいたんだけど、はい、そうですね、いやなんかやっぱりアベノミクスって騙されたなっていうのをかなりね広がってきてたんですよ。だからもうそういう意味でもう岸田さんが何をやってもちょっとこう日本ってダメじゃない、もう危ないんじゃないっていう雰囲気で、で支持率もどんどん下がるというところにこの激震がね、まあ、襲ってきたということですよね。でそれはそれまでずっと安倍さんの重しがあって、いろんなことが覆い隠されてきたのが、まあ、それがついにこうなんか安倍の呪縛が解けたみたいな感じで、呪縛がね、はい、なんかみんなハッと気がついたっていう感じですよね。ちょっと今まででは考えられないんですよ、こんなに検察が頑張れるっていうのがね。いやそうです、普通だとだからパーティー券のそれを、まあ、裏金とかキックバックやってるっていうのは実はなんか永田町の人はそれは知ってたみたいなねことを言うじゃないですか。そうそうそう、だから、まあ、今までは政治資金収支報告書ってなんか修正すればいいよみたいな感じで、うん、まあ、それがおかしいんですけど、ね、住んでたみたいな感じになってて、なんだっけ、下村も、文科大臣がね、はいはい、昔ほら加計学園側から100万か200万、はい、パーケン買ってもらってたみたいなね、それをこう、はい、うまく隠してたみたいな話があったのも、あれも要するに同じような話なんだけど、なんとなくうやむやになったじゃないですか。そうですね、いや確かに安倍さんの時はそれもうやむやになってるし、あと桜を見る会のあれだって税金を使ってね、支援者をなんか接待してたみたいな話で、もうちゃんと調べてほしいなって思ったけど、結局警察はあの時は調べなかったねっていう話ですよね。もうだから森友のね、はい、文書改ざんだって、どう見たって公文書改ざんで、これ刑事罰になるはずだけど、やっぱり検察審査会とかも開かれたけど、それでもできないとかね、家計もできない、桜を見る会もできない、で最初その事件が出た時はさすがに少し大きな騒ぎになる、なってみんなが、うわこれはもう政権が倒れるような大変な問題だって言ったけど、全部何事もなく、まあ、少なくとも安倍さんには絶対及ばないと、でそれを助けてたのが黒川博文さんっていうね、東京高検の検事長、はい、やって、はい、もうとにかく安倍さんのことを守ってくれたから、安倍さんがよしこいつがいれば大丈夫だということで、その最高検のねその検事総長にまで無理やり定年延長してやろうとしたっていうぐらい、まあ安倍さんを守る体制がきっちりこうできちゃってたわけですね。でマスコミもそれにこう抵抗できない、どん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 こう力が衰えていって、まあ、おとなしくなっちゃう、で国民も何回も何回もこうこれでもかこれでもかって出てくるんだけど、そのたんびにああやっぱりダメやっぱりダメやっぱりダメってこう言われているうちに、なんかあっても、またかっていう風に、そうですね、ちょっとなんか慣れて麻痺しちゃった状態がありました、ね、だから僕はそれがね、結局やっぱり安倍さんははっきり言ってプラスのレガシーっていうのはほとんどないんだけど、まあ、負のレガシーいくつか残してる中の、まあ、相当大きなね、その負のレガシーとして、それ、倫理観がね、もうめちゃくちゃになっちゃった、まあ、地に落ちた倫理観、だけどその倫理観っていうのはまだなんていうのかな、人を律するね、まあ
その心の規範みたいなもんですけども、うんうん、それはまあ普通なんていうかな、人の上に立つ人、はい、だから当然総理大臣だったら当たり前のことなんですけど、その普通の人よりやっぱり厳しい、その、ね、厳しく自分を律すると、うん、そうですよね、そういう倫理観を持ってなくちゃいけなくて、はいはい、まあ、その、まあ、一番端的な言葉で表すと、うん、理科に冠を正さずと、うんうん、要するに悪いことしちゃいけませんよじゃなくて、うん、悪いことはもちろんダメだけど、うん、なんか疑わしいんじゃないのって思われるようなことだけでもダメだよっていうのが、うん、まあ、やっぱり人の上に立つものの、うん、厳しい倫理観だったんですね、うんうんうん、でところが安倍さんってそれとはもうなんか真っ向からねそれ否定するような、なんか、あんた疑わしいんじゃないのって言われると、お疑うなんてねとんでもねえぞみたいなね、もうなんかもし証拠なかったら、そう証拠出せとかね、証拠なかったらどうすんだみたいなことを平気でこうなんか逆ギレして、相手をね疑った人をこうなんか指南するみたいなことをやっちゃう。でそれだけじゃなくてね、今度はその例えば要するに証拠出せって言うね、で証拠がなかったらお前はダメだぞっていう、その延長線上で、要するに証拠がなきゃいいんだろうと、うん、で、まあ、証拠あったって隠せばいいじゃん、うん、隠蔽すればいいし、まあ、廃棄すればいいと、あるいは改ざんすればいいと、うん、それがまあ森友ですよね、はい、でさらにはそのいやそれでもなんかねやばい時あるかもしれないと、うん、だったら要するに捕まんなきゃいいんだから、うん、警察と検察を抑えちゃえばいいでしょうと、うん、だから伊藤詩織さんがね、うん、レイプされたっていう時、はい、警察の逮捕、まあ、あれは菅さんの友達っていう感じも、うん、まあ、安倍友でもあり、うん、菅さんが関係深かったとも言われてるけど、うん、そういう、まあ、警察を抑えて止めるとかね、で黒川さんっていう検察のなんか守護神を作って、うん、絶対自分には及ばない、うん、要するに捕まえさせなければいいんだと、うん、いうことになっちゃったんで、それはもうね、なんていうか、まあ、なんていうか相場感になっていくんですね、うん、でこれはだから地に落ちた倫理観って僕言ったんだけど、はい、いやそれ倫理観って言えないよねだから倫理観でも何でもないっていう話ですね、うん、なんで僕はカタカナでね、うん、安倍の倫理と、あ、要するになんか倫理って漢字にしちゃうとなんかそういうね、うん、ちゃんとしたルールみたいに聞こえちゃうからね、うん、そうじゃない、なんかカタカナの倫理、うん、安倍さんが安倍さんのルールだということで、うん、安倍の倫理っていうのが蔓延しちゃったと、うん、でそれがマスコミにも及び、それから国民も自然とそれに慣らされてきたというのが、はい、ようやくここで取れてね、うん、で気がついてみたらやっぱり検察の中にもまともな人はもちろん、うん、っていうかほとんどの人はまともなんですよ、はい、で司法試験を受かってね、それで、うん、それぞれこう弁護士になったり裁判官になったりいろいろあるんだけど、うん、検察官志望する人っていうのはもう悪いやつ捕まえてやるぞっていう気持ちで行くわけですからね、うんうん、それがで特にそのやっぱりね、強気をくじき、弱気を助けて強気をくじく、まあ、検察のね、なんていうか醍醐味っていうか、やっぱりもう巨悪をね、うん、やっつけるんだという気持ち、夢をね持って入ってきてる人はたくさんいるのに、うん、それがその安倍さんのあれだけのスキャンダルが目の前にぶら下げられてね、うん、でやろうと思うとダメダメ、うん、ダメってやられてきたんで、うんうん、これはね本当に歯ぎしりしながらってね思ってた人はたくさんいる、うん、でもこの間っていうかもう夏ぐらいですけど、3、4ヶ月前にその元、まあ、検察のね、当時、まあ、幹部の人と、はい、たまたまちょっと食事をする、ええ、まあ、食事って言っても別にその人と会うための食事じゃないんだけど、うんうん、会食の席でね、はい、でた隣に座ったんで、うん、いろいろ雑談してて、で、まあ、まあその人すごい温厚な人でね、うん、あんまりなんていうのかな、わわ言う人じゃないし、うん、それからすごく真面目で、うん、だからそんな検察内部のね裏話なんていうのはするような人じゃないんですよ、うん、はい、だけど、まあ、ちょっと会話の流れの中でね、うん、いや安倍さんの時ってやっぱりひどかったですよね、だいぶ変わったんじゃないんですかとかいう話をちょっと振ったらね、はいはいはい、もう すぐに即答で、いやあの時はひどかったあ、やっぱそう思ってらっしゃるわけですね、うん、でそれだけじゃなくてね、いや黒川さんもひどかったんだよねって、うもうやっぱねセットになってるんですよ、安倍と黒川にもう歪められちゃったと、でだ今全然変わってきましたっていうふうに言ってたんですね、はいはい、うん、だからやっぱりちゃんとやらなくちゃいけないと思ってた人は、うん、逆に安倍時代は、安倍黒川時代はもう本当に我慢させられて、うん、悔しいって思ってきた人たちが今解き放たれていると、うん、はい、そうすると当然検察ってのはなんか誰かに恨みを持ってるから特定のやつをやっつけるとかそういうことやっちゃいけないけども、うん、やっぱり人間ですからね、うん、
これだけいろんな案件がもうぶわーって広がっちゃったと、うん、で安倍派は特にひどそうだと、うん、はい、いうことになれば当然よし今度こそねやっつけてやるぞという気持ちになるのは当然なので、うんうんうん、今までは最初盛り上がっても結局なんかトカゲの尻尾切りとかねなんかうやむやになってそうでしたよね、うん、トカゲの尻尾切りでした、はい、けど、今回は僕はねやっぱりその検察は相当本気でやるなと、うん、だからもう最初からやっぱ姿勢が非常に強いですよね、うんうん、でもう情報をどんどんリークしてるでしょ、うん、すごいですね出し方がそのリークの仕方も安倍派が悪いんだっていうリークですよ、うんうん、他ももしかすると同じようなことやってるかもしれないでもまあ規模はねだって安倍派他の派閥 の, あの倍いますからね、はい、当然金額も大きくなるし人数も多くなって当たり前なんだけど、うんうん、でもとにかく安倍派が悪いという感じの情報を流して世論がもうそこでね よし安倍派をやっつけろみたいな感じ今作って、うんうん、それでそれをこう背中でね押されながら、うん、そうするとあの裁判官もね人間ですから、はい、これやっぱり起訴するときに、うん、いけるかなどうかなっていう時にやっぱり世論の後押しがあるかどうかっていうのはやっぱり違ってきますよ ね,、うんうんうん、ね。でここでやめちゃったらなんだ検察っていう風になっちゃうし、うんうん、そういうプレッシャーもあるし、うん、それからこれだけ世論がね、うん、押してくれてれば、まあ、裁判所だってねやってくれんじゃないかみたいなことも思えるのでここでかなり変わってくる可能性が あるな、うんとは思うんですただそれは検察ができるのはそこまでなんです、はい、要するに悪いやつを捕まえて起訴する、はい、で裁判で有罪にさせるっていうところまでは検察の仕事なんだけど、はい、そうすると例えば安倍派のね今、うん誤認衆とかいろいろ言われてるその安倍派の幹部が、うん、何人かが訴追されましたと、うん、で有罪になりましたと、まあ、多分訴追されたあたりでみんなやったーってこうやるわけですね、うん、国民はあ検察頑張ってくれてありがとうってなるんだけど、うん、そこで終わると何が起きるかっていうと、はい、岸田さんが言ってたじゃないですか当面パーティーは自粛しますってね、はいはい、あれ当面パーティーは自粛しますっていうのは、うん、どういう意味かっていうと皆さんどうせ忘れるでしょうから、うん、忘れた時に再開させていただきますっていう宣言なわけですよ、うんうんはいなんか辞めるっていうところにこうみんな焦点当てて辞めたんだって思っちゃうかもしれないんだけど、うんうん、そうじゃなくてあれは辞めるんじゃなくてそのうちやりますからねっていう宣言なんですね。そうですよね。はい。で、それは国民ってどうせ忘れるもんねっていうふうに思われているんで、うんうんうん、だからそこがねすごく大事なポイントだと思うんですよ、うん、で今ね国民の中にすごいこういろんな不満が溜まってるじゃないですか、うんまあ、特にそのもうインフレとかね、はい、もう円安で、うん、もうとにかく生活苦しいなんていう人はたくさんいるしそれからまあインボイスでねインボイス制度で今度、事業者登録してね、うん、で消費税納めなくちゃいけないそう大変ですよね帳簿をね、うん、なんかつけなくちゃいけない、はい、なんか帳簿なんてつけたこともないのに、うん、どうするんだろうみたいな人がたくさんいて、うんでもそれ書かないとなんか脱税になっちゃうかもしれないとか、うん、あれ取引先にね切られちゃうかもしれないとかって苦労してる人たちがなんかテレビ見てるとなんかあの偉い人たちはねそのいや帳簿に記載しなくてなんかいいって言ってたらしいよみたいなそれでなんか裏金作ってそれでなんか夜な夜なね高級レストランとかね高級なクラブとかバーでねなんか飲んだり食べたりしてたらしいよとそれでねなんか俺たちにこんな税金払えとかね、うん、でもうお年寄りとか、まあシングルね、よく出てくるシングルマザーがね、うんもうこれだけ物価高でね、うん、子供にちゃんと3食食べさせるためには自分は1食抜かなくちゃいけないみたい な,、うん、なんか本当に涙ぐましい話がいっぱいあるしお年寄りとかがこうでも年金しかないそれインフレで大変だからってもう あそこのスーパー行ってこっちの方が1円安いからってこうはしごしてるようなね、うんそういうこうすごい不満を持っている中でこれですから大変なんですけどでそういうねそのことに何で陥っちゃったのかと、うんはい、いうことはねそれは自民党政治が悪かったんだとこういうふうに言うんですけど、はい、実はその資本主義ですよね日本はね、はいうん、それでかつ民主主義ですと、うん、だからまあ資本主義で自由主義経済ですかね自由に競争してくださいと、うんうんそうするとみんなが切磋琢磨してね、うん、頑張っていくと、まあ、自由市場っていうのはいろいろなメカニズムでねいろいろ資源がこう有効に配分されて経済がすごく良くなりますとそうすると、まあ、最初はお金持ちが儲かるんだけどそれがだん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 広がっていってね、うん、貧乏な人にもね恩恵がいくんですっていうトリクルダウンとかいうねよくアベノミクスの時に本当に言われましたワイングラスをこうね並べてやってましたけども、うんはい
そういうことを言われてたけど実はそうじゃないと、うん、でほっとくと本当にむき出しのね競争になって、うん、そのまあ勝者と敗者がはっきりしちゃって、うん、弱肉強食、うん、で貧富の差が拡大する、うん、もうすごい貧乏なあの、ね、あの貧困層ができちゃう、うん、であのだから資本主義は悪いっていう考え方もあるんですけど、うんはい、一方で、はい、いやいやそれは資本主義むき出しのね、うん、あの資本主義なんだけど、うん、それを修正するっていうことは可能ですよと、うん、でそれはどうやって修正するかというと、うん、やっぱり大多数のね、うん、人の方を優先する、うん、その最大多数の最大幸福と言います、うん、とかもね、はい、言いますけども、はい、やっぱりみんなで話し合って決めれば、うん、いやそれじゃ あのお金持ちから税金取ってね、うん、貧乏な人に配りましょうよっていう、うん、それは政治でできる話じゃないですか、うんはい、でこれが民主主義なんですよ。民主主義って要するに国民主権で国民みんなのための政治をやってそれによって資本主義の歪みを取りましょうねと、うんうんはい、いうふうにできてるんですよ、うんうん、で、だから本当はそういうことあの今起きてるようなことはあの生じてはいけないはずなんですね。まず大前提としては、ね、そうしてダメだけども、はい、ところがだけど起きちゃった場合はってことですよね、うん、っていう起きちゃった場合はっていうかね、うん、なんで起きるかっていうとね、はいはい、そこにパラドックスがあって、はいまあ、みんなで決めましょうってことになってるけど、うん、もうこれだけ複雑化した社会でね、うん、でみんな忙しいしね、うん、じゃあみんなで話し合って決めるってことはできないから、うんうんまあ、大議制で、うんまあ、選挙で選んだ人を国会に送り、うん、そこで選ばれた首相が、うんはいみんなね、みんな国民のことを思って、うんそういうね、ちゃんとしたいい政治をしてくれますよ、うん、というのがあ、まあ、資本主義と民主主義の組み合わせなんですよ、うん、でところがですね、難しすぎちゃってね話が、うん、で政策論とかなんかこう聞いててもよく分かんないと、うん、でみんな忙しいと、うんまあ、なんかあの一応みんなあの選挙で選んだんだから、うん、うまくやっといてくれるんでしょっていうふうになっていくと、うん、投票に行かなくなるんですよ、うん、で投票に行かなくなると何が起きるかっていうと自民党みたいにああいうパーケンをね、うん、あの買ってくれた人のために政治をやりますみたいなふうになっていって、うんうん、それでだって自民党のねその要するに得票率で計算していくと全有権者から見るともう2割ぐらいしか、はいうん自民党に票入れてないんですね、うんうん、で今まさにあの、時事通信の、ね、あれ出ましたね。あもう、はい、あの内閣支持率10、ね、17%、はい、で自民党の支持率も2割切るというようなことになってるんで、はい、まさにやっぱりその2割ぐらいとか2割を切るような人しか支持してないのにでもあの自民党にお金あげた自民党に票を入れたっていう人のための政治が行われてるから、うん少数者による、まあ、独裁とまでは言わないけど、うん、やっぱり多数派をその支配して、まあ、その人たちの利益を侵害するような政治がね、うん、平気で行われちゃってるということなんですね。だからそれが何で起きるかっていうと結局は投票に行ってないからなんですよ、うん、みんながね、はい、でよくほら投票率低いからって言うじゃないですか、うんはい、で、まあ、最近大体ずもう 50% 衆議院のね、はい、前半ですよね、見ると50% 前半まで落ちてきていて、はい、でだから、まあ、僕なんかはその本当はもう今すぐね解散してくれと思うし、うん、解散総選挙するしてねみんなが本当の思いをぶつければ政権交代だってできるんじゃないかと思うけど、うんうん、そういうふうに言うと、うん、いやだって投票行かないもん投票率そんな上がんないでしょというふうに言う人も多いんですね、うんはい、で確かに今は低いんだけど、うん、ただずっと昔からね見てみると、うん、もう 90年代初めまでは、うん、だいたいね投票率って67、8% とか、うんはい、70% 超えてる、うん、要するに70前後でずっと推移してきたんですね、うんうん、それがまあちょっと93年とか6年とかそれぐらいがちょっとこう下がった時期があったんだけど、うんはい、またじゃあずっと そのままねずっと下がるのがこうなんていうの決まった流れなのかっていうとそうじゃなくて2005年とか9年にはね、うん、またボーンと上がって 60% とか 60% 後半とか言ってるんですよ、うん、あの民主党政権に、ね、政権交代した時はまさに68ぐらい言ってたでしょ、うんね、5を超えてたと思います、うん、だから、そういうことが起きれば政権交代も起きるんですね、うんうん、なんでかっていうと要するに無党派の人がうわーっといくわけですから、うん、要するに自民党支持層じゃない人がどっと入ってくるっていうことなので、うんうん、今もしそういうことが起きればね十分そういう可能性があるんで、うんうん、そのまあ逆に言うと安倍政権の時は一貫して低いんですよ、うん、つまり安倍政権を支えてたのは低投票率なんですね、うん、もうごく一部の人だけで政治をやってたというのが安倍政権だっていうふうに考えると、うんうん
やっぱりあの我々はねやっぱり投票に本気で行けば変わるかもしれないと思わなくちゃいけない、うんうんうん、っていうのが、まあ、あの一つの考え方ですね、うん、であのただそういうふうに言うと、うん、でも選挙なければしょうがないじゃんということですよ ね、うん、そうですよね。逆に言うとあれですよね、今こういう状態になって今もし選挙だった ら、うん、もうみんな自民党許さないって感じで投票に行くかもしれないですよね。本当は今の民意で政権作れば全然違う政権ができてね、はい、うん、それであの庶民のための政治っていうのができるかもしれないんだけど、あの本当はやってくれって思うけど、うんうん、不信任案この間出したけど、うん、もう簡単に否決されちゃって終わり、うんうん、で岸田さんはなんかついこの間まではね、なんとかして解散総選挙やりたいというんで、いろいろな人気取りのね減税とかやってなんかみんなに総スカンだったんですけど、結局あの今はやばいなと思ったらやらない。で解散っていうのは不信任案があの可決されればね、総辞職か解散かというふうに追い込まれるんですけど、それがない限り総理が解散したくないと思えば解散しなくていいわけですよ、うん、で選挙っていうのはもともとは国民のためなんですね、うん、国民が自分たちの意見を言って、はい、それであの政治を動かすための、うん、国民のためにあるのが選挙なんだけど、うん、今のね解散総選挙っていうのは総理のため、首相のためなんですよ。そうですよね、あの当たり前のように報道ワードとして、ね、使われてるけど、あの解散は総理の専権事項って言い方するじゃないですか。 でも実はあの私やっぱ憲法学者の人とかね、あれおかしいんだとかいう、うん、ジャーナリストの人もおかしいんだって言ってると言うんですけどね。だから違憲だっていう説もあるけど、うん、でも、うん、もうこれだけずっとねやってきていて、それであの、まあ、続いちゃってる、もうなんか事実上こう憲法の変遷とかいう言葉なんですけど、うん、あの憲法が何か言ってるか分かんないけど、もう事実上国民が認めちゃってると、うん、もう何十年もね、うん、だからあのそういう意味ではその岸田さんが、ね、解散すべきなのしない、けしからんって言っても、けしからんって言ってもその言いに行くところがないみたいな、うん、あの裁判に訴えたって、まあ、まず負けますから ね、うん、そうですよね。でそうすると結局その本来選挙は国民のためにあるのにやってくれないと、うん、でだから いくら投票率上げましょう頑張りましょうとか言ったってね、絵に描いた餅じゃんっていう話になるんですけど、うん、ただね、そうは言っても衆議院選挙っていうのは4年に1回絶対あるわけですよ、うん、はい、であの今から考えれば来年はな、あのなしでも済むんだけど、再来年の秋には衆議院の任期、うん、任期が来ちゃうので、はい、それまでには絶対選挙やらなくちゃいけないと、うん、であの岸田さんはそのうち、ね、都合がいい時期が来るだろうっていうふうに思ってるわけですね、うんうんうん、だから今はしない、うん、でもいい時期が来たらやると、うん、でいい時期ってどうして来るんですか、ね、こんなひどい政治やって、こんな、ね、悪いことやって、うん、でなんでいい時期が来るだろうなんて思えるんですか、うん、っていうと、それは要するに国民は忘れるからねっていうことなんですよ、うん、要するにそのうち忘れるから絶対待ってればいい時期が来ると、うん、その時に解散すればいいと、うん、例えば来年の4月後、ね、以降に春にはですねバイデンさんが国賓 で、ね、自分を呼んでくれるらしいと、はい、でまあ、一応そういう話になってると、うん、そうすると、そこに行ってですね、お嬢とかね文雄とか言って肩を抱き合ってねまあ、 あの同じ帽子かぶるかどうか分かんないけどもあの2人でツーショットの写真をバンバン流して、うん、で奥さんもね、行きますからね、うん、それでこう夫人同士でね、いろんなところ行ってね、まあ、チャリティー団体行ったりとか、なんか、うん、あの保育園行ってね子供たちと遊んだりとか、そういう映像をバンバン流して、それでこれだけすごいもう異例の厚遇を受けましたみたいなのを流すと、うん、結構日本の国民ってね、あのわあすごいなみたいな、あとか、なんかあのそれで盛り上がっちゃったりして、ね、一瞬あの支持率が上がってきたなと思ったら即解散だみたいな、いろいろ考えていると思うんですよ、うん、だからあのだけどそれは これだけひどいことをやられてね、うんうん、でも一瞬のそういうことでね忘れちゃったっていう、それ、うん、ほとんどね国民がバカだと、ね、というふうに思われちゃってるわけですね、私たち本当バカですねって言われてるんですよ、うんうん、だからそれはねそういうあのふうに思わせてる、まあ、我々自身にも責任があると思うんですけれども、うんうん、そのやっぱり、まあ、バカだと思わせておいてもいいかもしれないけど、うん、やっぱりそういざとなった時にね、うん、選挙だとなったらちゃんと今までを振り返って思い出さなくちゃいけない、うんね、しっかり覚えてなくちゃいけない、うん、でそうすれば、うん、選挙の時にねみんながね何言ってんだということでわーってこう流れが、ね、できて、政権交代につながる可能性はある。だからそれはもう本当に一重に我々国民にかかっていると、うん、で
で、まあ、そういうふうに言うとね、またなんかねちょっと反論が出てきてね、はいはい、いやそうは言うんだけど、まあ、岸田さんの顔を見てりゃね、なんだあいつってね、うん、いろいろ思い出してね、うん、絶対野党に入れるぞっていうふうになるかもしれないけどね、うん、岸田さんの顔が変わるかもしれないじゃん、はい、っていうね、そうですね、要するに自民党もね、はい、バカじゃないからね、うん、いや、まあ、岸田さんでやったらこれどうやったって、うん、何やったって無理だよねって思えば、じゃあもう事前に変えちゃおうと、うん、だから、まあ、一番長ければその来年の衆議院選の前ということもありますけど、うん、もう来年のね、それで来年の秋には総裁選がありますから、この時はやっぱりいやもうさすがに岸田さんやめてよという、まあ、そうですよね、自民党の中ではやっぱり選挙が近いって考えたら岸田さんじゃダメだって言って、やっぱり顔を変えようっていう動きが出てくるでしょうね。出てきますよ、うん、で顔を変えるって時に誰になるんですかっていうと、うん、最近なんかがぜん小泉進次郎さんがね、うん、元気出してきて、うん、でいやなんかクリステルさんがなんか2人目のお子さんとか言うのでなんかそこでなんか久々に出てきたなと思ったら、最近ライドシェアとかね、ああいうのでバンバン発言したりして、あれですよね、次の総理とかいうのでランキングやると新次郎、新次郎、あと石破さんの2人がツートップみたいな感じになってますよね。でその後に河野太郎が続くみたいな、うんうんうん、感じになりますね、はい、でもちろんその時によって話題とかなんかによってこう順位変わるんだけど、うん、でもその3人のうち誰か1人が出てきてね、うんうん、で小泉純一郎、ね、元総理が出てきた時、はい、その森総理がね、時もだからあれですよね、小泉さん出てきた時っていうのは自民党の支持率がもう地に落ちるような状態になってる時に出てきたんですよね。出てきたんです、出てきて、はい、で自民党をぶっ壊すって言った途端に、うん、うわーってみんなが盛り上がって、うん、小泉頑張れってすごい支持率になっちゃったと、なってそうです、ね、いうことがあったんで、今回も小泉進次郎さんが出てきてね、いやもうこんな派閥政治はね許せないとかなんか言ってね、うん、もう根本から変えなくちゃいけないんです、ねまあ、それに抵抗する人たちは全員抵抗勢力だとか、うん、小泉純一郎みたいなことを言って選挙に臨めばガラッと変わってね、うん、みんなもう自民党に入れちゃうということになるかもしれないんですけど、ただここでね絶対忘れちゃいけないけど、もう一つあって、それは要するに自民党っていう、ねうん、人たちがやってる政治って何ですかと、うんうん、そのこれ戦後一貫して、うん、その自分たちにね、うん、お金をくれる人、票を入れてくれる人、うん、その人たちのためにお返ししますと、うんね、それで、自分たちの権力、うん、それから利権を守り、うん、そして、我々の支持者も、ね、お得ですよって、うん、ウィンウィンですという、うん、国民っていうのはもう一ついるんだけど、うん、国民のことは忘れてその2社だけでね、うん、うまくやってるっていうのが自民党の政治ですよ、うん、で1年生議員に2年生議員なんていうなんかもう苦労しながらパーティー券を、ねうん、1枚でも買ってください、2枚買ってくださいって一生懸命やってるという、もうセールスマンやらせてるという政治ですね、うん、だからこれが本質ですから、うん、仮に小泉進次郎さんが総理になったとね、河野太郎、石破茂が総理になったと言っても、そこの構造が変わらない限り、うんできないんですよ、本当の国民のための政治っていうのはね。だってその本当の国民のための政治ってのは儲かないですから、うん、で儲かないことをやらないのは自民党なので、うんうんうん、っていうことはやっぱり自民党政治を終わらせるっていうことをしない限りダメなんだよということも、今ここでちゃんと忘れないように、うん、しっかり頭の中に叩き込んで、うん、要するに時間が経ったら忘れるよっていうのは、ね、そんなことはないよと。だから顔を変えればね、表看板変えれば騙されるよと、うん、これもないよというね、これを本当に心に刻んで、それで投票に行けば変わるんだと、ね、行かなかったから行けなかったんだと、うん、安倍ね、一強政治になっちゃったんだっていうことをしっかり心に刻んで、いくと、それでそれを忘れない、うん、だから執念深さですね、うん、日本の国民はなんとなく淡白、そうですよ ね、こう流されやすいところもありますし ね、 あるしね、だからそうじゃなくて執念深くね、うん、お前まだ覚えてたのかって言われるぐらい、うん、執念深くいくということで日本の政治を変える、うん、そうすればまあなんかねちょっとはいい方向に向かっていくんじゃないかなと思いますね、うんうん、じゃあとにかく今回のもうこれだけの、まあ、自民党っていうのはそういう政党なんだっていうことを忘れないってことですよね。やっぱり30年変わってないっていうかね、はい、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。